私の指揮を打ち払うとは。まさかあなたのような異国の方が私の指揮を。あ、申し遅れました。私は福と申します。この地を守護する一階の陰陽寺にございます。以後お見知りおきを。そのあやかしは先ほどあなた様が打ち倒した私の指揮。何やら怒っているようですが、あなた様自らその怒りを鎮めることもできましょう。しいことはありません。怒りをたたえる相手への謝罪は仕草でお示しなさいませ。どうやら機嫌を直したようでございますね。言葉を持たぬ者は行いや仕草で相手を知ろうとします。覚えておけばきっとあなた様のお役に立つことでしょう。